ラードシキンの師匠、ラードシキンは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州西部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ルートビヒソルトといった。州都カリーニングラードと、ポーランド国境の間にあり、ビストラ型の近くに位置する、バグラチオノフスク地区に属する。人口は2004年で3800人ほど。 2002年国勢調査で3796人、1989年ソ連国勢調査では3108人。1314年、ビストラ型の浜辺から遠くなく、ビストラ型の海上交通を支配するドイツ騎士団の城西バルガ城からも近い場所に、ルートビヒソルトの町が作られた。支障となっている多くの大木は現在まで市内に残っており、 キリスト教以前のプルーセン人の宗教で崇拝されていたものとみられる。1945年、東プロイセン構成の終盤に赤軍がこの地を最終的に占領し、バルガ城など多くの史跡や町が破壊された。東プロイセンの北部がソビエト連邦の一部となった後はカリーニングラード州の一部となり、1946年に市となり、ラードシキン市と改名された。 新たな町の名は、この近くのハイリゲンバイルで起きた、ハイリゲンバイル包囲戦で戦死し、ソ連邦英雄となったイヴァン・ラードシキンの名にちなむ。ありがとうございます。